いや、非常にですね、このキャッチャーミットはですね、素晴らしいですね。いや、この SSK のキャッチャーミット、素晴らしいですね。すいません。はい。どちら様でしょうか。あ、申し遅れました。私、ミスタータイガース、かけるさんリスペクト、スカフです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かけるさんではない、スカフさん。スカフさんです。モノマネ芸人と同じようなイメージで言えばいいでしょうか。スカフです。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、どうですか、このキャッチャーミット。いやー、素晴らしいですよ、これ。プロエッジですもんね。プロエッジです。一番いいやつです。皮がいいな、これやっぱり。こちらね、阪神タイガース、梅野選手モデルのキャッチャーミット。あの梅野選手。で、梅野選手はね、3年連続ゴールデングラブ賞取ってる素晴らしい選手ですよね。あ、非常にですね、いい選手ですね。素晴らしい選手って言っていい選手って言うんですね。そうですか。梅野選手3年連続取ってるんですね。3年連続です。ソフトバンクの甲斐選手だけど、が、まあ、結構ね、まあ、ゴールデングラブ取ってるのも有名だと思ったんですよ。梅野選手3年連続ちょっと知らなかったですね。梅野君も素晴らしいですよね。いやー、そうですね。で、今言ったね、甲斐君、甲斐君はね、あの甲斐キャノンって呼ばれてますけどね、梅野君はですね、梅ちゃんバズーカーって呼ばれますね。おお、まあ、肩も強い、守備めちゃくちゃうまいですよね。守備がうまいで、ね、このキャッチャーミットもいろいろ特徴があるの。急にキャラを使いましたね、今。お願いします。これね、まあ、まずはね、カラーリングよ。確かに。カラーリングがですね、非常にですね、素晴らしいですね。あとこの指当て。指当て。指当てついてるよ。タープ。ブルーアップで背面にもブルーが入ってる。ブルーね。今、つかさきました、ね。補給面はブルー。ブルー。で、この街の部分、ブラックってあれだ。ターゲットミッド的な感じですね。おお、いいこと気づいたね。ありがとうございます。非常にですね、君、あ、名前なんていうの？カイト君。カイト君はですね、よく気づきましたね。ありがとうございます。焼きやってる。あ、やってます。かじってんの。そうなんですよ。あら、いいね。そうなんだね、これ。色が違うからね。はい、構えた時ね、ターゲットになるよ。なるよ。いいですね。で、あとね、これ、一番の特徴。はい、ここ、薬指。薬指。ここにね、U ループがついてるの、U ループ。U ループ。U ループの U はですね、梅野選手の U。世界取られましたね、これは。そうなんですよ。薬指にループがついてることによって、中でね、よりフィット感アップ。ああ、なるほど。そのループを引っ張ることによって締められるってことですね。そういうことです。で、あとね、このプロエッジのラベル、ちょっとね、違うところについてるので、ね、どういうことでしょう。真ん中ちょい右みたいな。親指でもなくね、センターでもなく、ちょっと右。これもいいですね。梅野選手のこだわりですかね。そこは僕には分からないですね。あとこちらですね、一般軟式なんですけども、ね、一般軟式、はい、こちらの軟式少年用もあります。でもね、画面的に軟式少年用の方が近いからほぼサイズ同じみたいに見えてる。非常にですね、遠近法ですね。こっちが少年ですね。少年用もあります。はい、で、一般用ですね。ということで、こちらの梅野選手モデル、非常にですね、素晴らしいですね。あとね、やっぱ今阪神といったら藤浪くん。藤浪投手。藤浪くん非常にですね、頑張ってますけれども。そうですね、あれなんですよ、いいですか、藤浪投手、同い年なんですよ。あ、藤浪世代。そうですね、いいですね。藤浪くんの成長もですね、このやっぱ梅野くんのキャッチャーっていう存在が非常にですね、大きいと思うんですよね。そうですね。なので、思いっきり藤浪くんが投げられると、どこでも止めてきますね。そう、ベースの前のワンバウンドのフォークボール、150キロのフォークボール止めるから、梅野くんは非常にですね、いいキャッチャーですね。そうですね。で、プロ野球もね、もうすぐ開幕ということでね、非常にですね、楽しみですね。さて、今日最後までありがとうございました。ありがとうございました。はい、さて、今回の動画は以上になりました。ネルトル、これから通信ボタンをお願いします。ありがとうございます。野球あるのお題を募集再開します。募集します。それで、今回のお題は野球あるある少年野球編。ないところが多い。MVP 賞はこちら。こちら見つからなくていきます。チャンネル登録は。おつまみの場所はこちらを見てください。バイバイ。